キャンばっかりやん君は。なんで好きなんだもん、しょうがないじゃん。ババキャン、どうしてなデブキャン。やっぱミルクが一番いいね。遠い道の駅、道の駅ミノブった。ミノブじゃん。あそこはファミリーの。もういいや。何が？え、あんなとこにあったんだ。あロッペ。どこ止まんのこの車。そうそう。左。ウィンカーじゃなくて？ウィンカーじゃないんですよ。ハザードビーム。本当にハザード。ちょっと怖いわ。あれ乗ってんの日本人ですか、運転手？いや日本人じゃねえなあれ多分。葛飾から来てて？うん。ちょっとあの。いや葛飾から借りたんでしょあれが。え、でもあれはナンバーじゃないじゃん。え、だから借りタクシーじゃん。借りてってんでしょ、だからアレン株式会社アレン株式会社ちょっとよくわかんない動きやめてほしいよね、うん、えっとか思った今。怖い怖い。どういうこと。通じいや美味しそう、こういうところの天ぷら、うん、もう閉まってる、うん、あ、まあ材料なくなったら閉まるか、うん、明日はやんかな、埼玉にしよっかな。埼玉でもいい。あ、いいよ、行こうよ。行こうか。あ、2回連続山梨はさすがにつまんねえからな。あ、そう、うん、なんか今日下道楽しかったから。明後日だったらいいけど。そうしよう、うん、お前、ツアー飛んだ暇。お前、ゆり子にお尻ペンペンされるよ。あ、ゆり子全治2ヶ月って書いてあったね。2ヶ月で済むのか、あれ。いやなんかゆり子がね笑顔崩さなかったところになんかすげえいろいろ言われてたけど器を感じたよ。だって痛いって顔一切しなかったじゃん。あれ痛かったと思うよ。だって剥離でしょ確かに。でもずっと笑顔だったじゃん、うん、みんなねバカにしてるけどね、ゆり子も言うて70ですからね、うん、なんかそんなになってダセーとか言ってる人いるけどね、70歳ですよね。70歳でね、毎日ただやってるような健脚な人だったらあれだけど、そうじゃないじゃんって、やっぱやってる内容が違うじゃん。え、どうしようか。心ハイキングコースもちょっと楽しそうよね。ちょっと今日、この橋は渡らんよ。渡ってもいいんだけど、この橋。ああ、いや別にどうでもいい。富士山見えねえからね。見えたら行きたかったけど。それな今日見えないでしょ。もう思いっきり曇ってるでしょ。まあ、運よく晴れてくればね。往復してもいいんだけど。はい、とりあえずどうする？先行こうよ。はいよ。先とりあえず進む。うん。なんかちょっと天気が回復抜き出しだったらまた戻ってくるし。いやこっちは多分戻るんだけど。にょにょー。いちびょ。でここを左行きたいんだが。どうだったっけ、すぐだったよ。これだ。そう、これ美味しい公園。これ。あ、出た。あれ。あれ。アレン公園。これ見ると怖くてしょうがない。まあ、30年以内に起きるって言われてたもんな。何が？ファイトラップね。だいぶ前から。うん。怖いけど。これ、チュッシュリ。何が起きるって。え、なんかトラフェル。あー、いやいやいや。宮崎が山に行く。とは言ってても、なんかもうほとんど全国でもう警戒アラート出てるじゃん。あ、全部出てる。だって東京も出てるじゃん、普通に備えろ。危ない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 。お前、手ピコーって伸ばすんじゃないよ。ピコーじゃないよ。こっち見てな。お前4回だぞ、待って。こいつ夜も、うん、うるせえから。夜も言いそう。いや、多分疲れて寝るから大丈夫。ね、外見せてた方がおとなしいよ、これ、うん、ガキンチョか。いやちょっとワイン楽しみだな。久々に買っちゃった赤ワインの甘口。ワニ？ワイン。あ、ワイン。なんか440円だったんで、たまには飲もうかなって。いつぶりだろう。小学生ぐらいかな。うん。楽しいね。バス通るか。歩くか。通るかいも何も後ろでいいから行くか。通るかも。通る。通りそう。止まれんか。ベンツ。クソベンツだ。品川ナンバー。日本人。品川ナンバー。
楽しんでくれ。おベンツさん。謎にこんなサラダ並べてんの今更だけど。最近この金丸さんって結構闇営業をしてるという噂で怖い。金丸？うん。何金丸って？なんだろう落語じゃないけど。あ、綾小路金丸のこと。そう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 。違う、要はあれでしょ、ヤクザの宴会みたいな指揮をしてるってことでしょ。まあ、見ちゃうね、別に。まあ、闇営業ですよ、あれで、吉本さんみたいな。まあ、ダメなのか、そういう人たちは。もう、そりゃそうでしょ。まあ、そうだね、印象悪いし、うん、社会インタラクション者だもんね。ただ、ラウンジさんのね、あれがあんま好きじゃないんだよ。鼻くそみたいな、黒みたいな、うん、洞窟やね、なんかさ、あの人一回やらかしてるの。適当に言って話し戻すんじゃないよ。動物やねん。あの人一回やらかしてるの。その、なんかの文をパクって、そのトークみたいなことをしてたのよ。で、それがバレて、謝罪したのはいいのね。謝罪した後には何をしたかって、もう一回掘り返してみたいな、掘り返した早をするんだけど、自分でなんかあの時言って素晴らしいとか言ってたから、俺あんまりあの自分で言うのやと思ってっていう。シャリ乗ってる人たちが気をつけて。うん。という意味でもあんまり好きじゃない。あ、これ右側にもあったの。何が？なんかこの建物。あれこれ逆走じゃないよね。うん。およそ300メートル右方向で。この道通ったことあったっけ。ここはない。あ、そうだよね。ないね。だからだ、あ、あるかな。あったっけ。うん。こうやってなんか会社にすると喜んでもらえるし、道の犬見て微笑んでたからよかった。うん。ごめん、ちゃんと顔。おー、失礼です。これ、チャリつけた方がいいか。チャリライトつけた方がいいか。びっくりした。これ、俺もライトつけた俺もあるか。マイクのビッグラベーションしてたら。ライトつけた方がいい。あ、危ない。水に落ちる。あ、大丈夫。あの水は大丈夫。うん、この水は親だけど。わー、バコーン。楽しいよね、この道。うん、あれ、消せねえのか、これ。このモード入ると。まあいいや。で、もう一個、こういう道行くの。どうする、今日上。悩み中。うん。行けるといえば、ちょっと今日しなかえば無理だと思うね。うん、まあいいや。一応しよう。あ、去って行こう。まあ別にいつでも。あれ、行かせよう。あれ来たという。あ、結構詰まってる。ここに行っちゃうんだよね。よし、あれ行ったら行こう。結局これミラーあっても直視じゃないと危ないよ。うん、怖いよ。あ、ミラーあったんだ。ミラー右にあるで、左にあったけど、いや、ずっとミラー見てたけど、わかんねえや、トンネルだと来るのか来ないのか。うん、めっちゃポップさ、人の胸踏み台にするのやめてほしいんだけど。うわ、出た出た、でか、胸でかーって。そうしよう。じゃあ行こっか。木がないけどね。ちっこいけど大きかったらよかったのね。いるのかな。どれぐらいでちょうどいいの。でもね、言うけど8割9割購入だと思うよ。あなたの体型でボインって人は。あさ、うん、よくさ、フィギュアとかですごい父でかいフィギュア入ってくるんだけど、うん、そういうフィギュアをさ、ディスプレイ出してさ、インカムで言うセリフがいつもさ、胸がこだますいか2個ついてるねっていう謎の発言してさ、男性スタジオの発言困る。逆セクハラなんだ、まさか。知らないでしょ。とにかく女性スタッフはです、こだまセイカって例えばちょっとおもろいんですけど、なんかもなんかこだまセイカよね。スイカだとでかすぎるけど、こだまセイカちょうどいいから。